Takashi Saito。 一方こちらは6試合目の登板。今シーズンプロ野球の横浜からドジャースに移籍した斉藤隆。同点の8回から2人目で登場しました。2回を投げて奪った三振は4つ。0点に抑えます。9回味方が決勝点を挙げてサヨナラ勝ち。斉藤は大リーグ初勝利です。